音が止んだ。誰もいないか。何かないかな。この子が演奏しているのかな。確かに曲は月光だった気がする。これって…まあ、おっさんより子供の天才の方が人気は出るよな。また始まったぞ。あなたたち、誰ですか？君がピアノを弾いていたの？弾くのはいいが、大層近所迷惑になってるぜ。ごめんなさい。迷惑をかけるつもりはないんです。私はただ月光を弾きたいだけなんです。コンクールで弾いた思い出の曲だから。でもなぜかピアノの音色が変わってしまって、いくら弾いても思い通りの演奏にならないんです。何が原因なんだろう。この子の演奏は音そのものが汚れていた。汚れを生み出している何かを特定するしかないな。この絵、反応した。この絵はジョバンニなんだ。雑誌に載っていた音楽家か。さてはこいつが汚れの原因だな。やっぱりだ。自分の弟子とこの子を重ねて嫉妬していたんだ。私は天才など認めない。私が最も偉大だ。おいおい、子供相手にみっともねえぞ。大人は黙って子供を見守るもんだぜ。もう大丈夫だよ。これでまた月光が弾けるね。はい、ありがとうございます。いい曲だな。
そういうこともわかるんだね。どういう意味だよ。聞けないのはちょっと残念かもな。そうだね。あとは外に送るだけだ。聞いたよ、元の音色に戻ったんだね。心が安らぐよね。